久保さん、雑巾の「金」にしましょうかこの漢字あんま使わないな覆、うん、うものかぶるもの頭を覆うものくびれ布切れ手ぬぐい、まあ、雑巾絞りね小学校の時ねなんか雑巾絞って床拭いてたような気がしますけど。 いやー、5月も終わりますね。今日で5月終わりですね。早いですね。もういい2022年も半分ですか半分ですよ。早い。あっという間ですよ。今年もあっという間に終わるんでしょうね。うん、メタ流星どこ行ったんですかね。うんまあ、あの、最初からわからないですね。人は変わるんで。 変わらないものがあるとするならば、久保さんと僕ぐらいじゃないですか <laughs>。やっぱね、関わらないっていうのはいいんじゃないですかね。うん、そう。僕と久保さんはね、雑巾を絞っても絞ってもね、永遠に水が出てくるっていうね、不思議な雑巾なんで <laughs>。人は変わりますからね。そう、わかんないですよ。うん だから僕もし変わらなかったらまだ東京にいたでしょうねそうまあ昔思い出すとねえ東京の大きい事務所に引っ越して撮影ルームを作って撮影してたら まあ気が変わったんでしょうね、まあ、撮影するのが嫌になってきて、うんうん、声をかけづらくなっていくっていうね <laughs> 撮影スタジオあるのに <laughs>。 まあ気が変わるんでしょうね。気が変わるんです。<laughs> うん、だから僕はまあ反面教師というか、まあまあ、しょうがないと思うんですけど、人っていうのはね、あの気が変わったりとか、気持ちが変わったりとか、考え方が変わりますので、逆にその変,わら変わっていくっていうことも大事だし、うん、でも変え,変,え変えないものも大事かなって思いますね。 だから僕は反面教師で、あのー、心に刻まれたんでそこがうんそうあれはちょっとショックでしたよね、うん、多分あのまま行ってたら多分まあ僕は鹿児島に行ってることはないでしょうね セミナールームも借りたんですけどね上に「セミナーやっていくぞ」みたいな感じだったんですけどまあそれもどんどん気持ちが変わっていったみたいな感じなんでうんいろいろありましたねいってらっしゃい